玉ブラ、もう行く。もう申告敗戦でいいわ。明日の隅田であかんかったらマジで10連敗あるぞ。回転かけられないってことなのかしら。よし、負けた。ロング誰かねよさ。2軍での前回登板日によるけど、あとは中村かな。さらに点差がついたらそっちで行きそう。映画メジャーリーグみたいな落ち方。これ以前の自責って2くらい？今日は何点取られるかが見どころ。後はパーフェクト可能のをされるか非か。セカンド追いすぎだろ。センターに任せとキャランナースタート切れないよ。センターは取れないよな。前進守備が敵か。なんでロッテ戦はこんなバビるんだ。よし、もう笑顔が止まらん感じやん。5点取るなんて1週間はかかるぞ。何でロッテは毎回毎回狙いすましたかのようにヒット打つの？何かインチキしてるだろ。メジャーなんて日本以上に球場の悪条件でエラーとか頻発するのに、足に足引っ張られたら勝てないとか言い訳だわ。おいおいおい、少し目を離したらどうなってんだよこれ、どうなってんだよこれ。味方の誰も出血してることすら気づいてなさそう。相手は西武投手陣の対策ができてて、西武は全く対策できないケースだなこれ。時間長引いちゃったから攻撃で調整しときますね。ロッテファンの皆ごめんな。ご視聴ありがとうございました。